ドイツの復古カトリック教会の制度、ヨハンイグナツ・フォンデリンガー復古カトリック教会は、1870年の第一バチカ観光会議で決定された教皇不可ビ説などに反対し、ローマカトリック教会から分離して成立したキリスト教の教派。主に1870年代に、ローマカトリック教会から離れたドイツ語圏のカトリック教会から構成された。オランダ。 南ドイツ、スイス、オーストリアなど、中央圏を中心に信者がいるほか、アメリカなどにも教会がある。コカトリック教会とも、また、同教会の運動、主張を指す場合、復古カトリック主義とも呼称される。初期の著名な指導者に、ドイツの神学者、ヨハン・イグナツ・フォンデリンガーがいる。オールドカトリックの子は、オランダのユトレヒトで、ローマ司教の共同権下にないカトリック教会を、 表すため、1853年最初に使用された。その後、ほとんどの学者は1870年からの復古カトリック教会の運動をこう呼んでいる。1870年の第一バチカン公会議で宣言された教皇不可ビュー説をオーストリアドイツスイスの多くのカトリックの司教、司祭が拒絶し、ローマカトリック教会から離れた。 彼らは、ユトレヒトの独立カトリック教会の支持を得て、後に正式に、ユトレヒトユニオンを結んだ。1873年、教皇フカビュー、教皇主義を認めない、ローマ教皇とは独立の教会組織である、復古カトリック教会がコンスタンツにおいて形成された。教皇ピウス9世は、同年の会直で同派につき、教会の基礎を破壊する、滅びの子たちであると非難した。 1908年に復古カトリック教会の主教はイングランドに渡った。教皇レオ13世がイングランド国教会の聖職者暗示の使徒継承を無効であると宣言したためにイングランド国教会を去った聖公会の司祭が復古カトリック教会に来るだろうと考えたのである。国教会からの集団的な改修の流れは起きなかったが様々なカトリック教会が独立する動きを作った。 教義については、聖書と聖伝を信仰の規範とする点では、ローマカトリック教会と同じであり、プロテスタントよりは、ローマカトリックに近いともみなされるが、教皇の教皇主義説、教皇不可流説を認めない。これについては、ドーハの著名な指導者であるヨハン・イグナツ・フォンデイリンガーが、ミュンヘンの大司教に対して、神学者として、歴史家として、 市民として全く肯定できないと言明したため、破門された。復古カトリック教会が聖殿として認めるのは8世紀以前のものに限定している。ローマ教会の伝承、教皇主義、教皇ュー聖母、マリアの無限在解体、司祭の独身性を認めず、免称成人数計、巡礼を否定、誠実の生態配慮、断食を義務付けない。 聖書を読むことを推奨し、典礼も各国語によるものを認める。教会制度面では、大体国別に独立した組織を司教の元に置き、司教たちが司教会議で結合している。司教、司祭、助祭の三職位制が保持されている。1980年代後半から女性司祭、女性助祭の除会をめぐり、女性の司祭、 女性への除解を容認する者と容認しない者のとの間での見解の対立が表面化した。1990年代には見解の相違が依然としてある中で各地で女性の除解が行われている。1932年以来強皇主義権を認めない聖公会とフルコミニオンの関係にある。ヨーロッパのオールドカトリック教会はユトレヒトユニオンを結んでいるが現在、 英語圏のオールドカトリックとは、相互、倍参関係にない。また、スロバキアの復古カトリック教会は、ユトレヒトユニオンから離脱した。ありがとうございます。